こんにちは、にです。今日はスーパーミニプラ、電光超人グリッドマン、ダイナドラゴン、こちらを見ていきたいと思います。はい、プレ版からスーパーミニプラ、ダイナドラゴン届きました。今回僕は単品版を買ってるんですけども、グリッドマンシグマとのセット版もあって、どうやらパッケージの絵が違うみたいですね。で、単品版のパッケージの絵はこういった感じでめちゃくちゃかっこいいです。多分アニメのグリッドマンのスタッフさんが関わってるんじゃないかな。後ろ側はこういった感じで遊び方が書いてあって、この中にはキングジェットとダイナファイターが入っております。で、ダイナファイターは変形するとドラゴニックキャノンっていうね、こういった武器にもなりますし、あとキングジェットと合体することで潮流合体ドラゴンフォートレスっていう大きい戦闘機になって、さらにこれが変形してダイナドラゴンっていうね、こういった恐竜のメカになります。で、これだけじゃないんですよ。キングジェットはグリッドマンと合体することができて、合体竜帝キンググリッドマンにもなるということで、めちゃくちゃ遊び応えのあるキットになっております。組んじゃったのでパーツは全部外れてるんですけども、中身はこういった感じになっていて、組み立て方の説明書、変形合体の仕方の説明書、赤いランナー2枚、黒いランナー2枚、銀色のランナー4枚にクリアのランナー1枚、そしてシール1枚となっております。あと色がついているね、塗装されたパーツの袋もあったんですけども、それも全部使ってしまったので今ここにはないです。それでは出来上がったものを出していきましょう。はい、出しました。いかがでしょうか。こちらがダイナファイターで、こちらがキングジェット。下にもいろいろパーツあるんですけども、これはキンググリッドマンやダイナドラゴンになるときに使います。で、作るのにかかった時間はパチ組シール貼りでだいたい4時間ぐらいかな。夜の11時にスタートして出来上がったのが夜中の3時ぐらいだったと思います。まあプラモデル得意の人はもっと早く作れると思うし、あと細かく丁寧にやっていけばね、時間はいくらでもかけれるので、だいたいの目安の時間って考えてもらえればいいんじゃないかな。では一個ずつ細かく見ていきましょう。まずはダイナファイターです。戦闘機の先っちょが竜の顔になってるっていうすごいデザインですよね。ここら辺の金色とか青い部分塗装になっていて、黄色いラインや赤いライン、この羽の部分の銀色がシール貼りになっております。羽の先っちょのこの赤いところも塗装だったかな。で、後ろ側で左右対称のデザインなので、反対側はね、先ほどと同じようなデザインですね。下の部分にバルカン砲のようなものがくっついております。いや、めっちゃかっこいいね。で、上の部分にクリアのパーツがあるんですけども、この下の部分にそのドラゴンフォートレスやダイナドラゴンになるときに使うジョイントが隠されていて、まあこの部分を外してそのジョイントを露出していくんですけど、このパーツが結構厄介で、最初きっちり組んだら取れなくなっちゃったんですね。だからここら辺の部分はこう注意しながらつけた方がいいと思います。僕はもう組み上がった後外せなくて、ドライバーでグリグリとやって、もうこのパーツを半分に分けながら外すみたいな、そんな感じだったので、ちょっと今乗っけてるだけで、この後もこれをパチッと止めることはないと思います。では次ね、ドラゴニックキャノンに変形していきましょう。まずは羽を畳みます。前は下側、後ろは上側に畳んでいきます。次は顔の部分、ここを上にスライド、そうすると口の部分ね、隙間が空きます。で、角のこの部分をほんのちょっと上に上げて、さらに真ん中の角を展開、後ろ側の羽、これをね、前に倒していくんですけど、ちょっとここ固めなんだよね。よっと、はい、倒していって、最後ここにある持ち手を出していって、完成、ドラゴニックキャノンでございます。ではグリッドマンに持たせてみましょう。はい、持たせました。いや、かっこいいですね。劇中では確か立って持っていて、ここから炎がバーッと出てたと思います。まあ、今回は個人的な趣味でこうね、座らせて持たせてるんですけども、やっぱりでかい武器って燃えますよね。素晴らしいです。で、ドラゴニックキャノンは劇中ではあんまり登場しなくて、確かダイナファイターよりもこっちの方が先に登場でしたよね。これから改良していってダイナファイターになっていったような、そんな風に記憶しております。次はキングジェットです。結構ごっつい戦闘機で、金色や羽の白が塗装ですね。赤い部分、青い部分、オレンジ色の部分がシール貼りになっていて、後ろ側はこんな感じ。この真ん中の部分がね、ちょっとスカッとしてるというか、何も詰まってないような感じになっております。ちょっと見てみましょう。はい、こうですね。左右はいろいろあるんですけども、真ん中が何にもないみたいな。で、正面を見ていきます。
はい、ここにねキンググリッドマンの頭の部分があるんですけども、うまい具合にねここら辺と一体化していてわからないようになっております。ちょっと斜めから見るとお顔の部分が見えちゃうかな。はい、で大きさはですね結構大きくて、ダイナファイターを持ってくるとこういった感じ、長さが 1.5 倍ぐらい、横幅がまあ羽を入れると3倍ちょっとぐらいな感じかな。でグリッドマンを横に持ってくるとよっとこういった感じになります。かなり大型なのがわかるんじゃないかな。はい、それではねキングジェットとダイナファイター合体させていきましょう。まずはダイナファイターのクリアーパーツを外します。そして羽を畳んでいくと、これで合体準備 OK ですね。次はキングジェットなんですけども、キングジェットは特にやることはありません。このまま使っていって、裏側のここのジョイント、ここの突起をダイナファイターのここの穴に刺していって、はい、完成、ドラゴンフォートレスでございます。まあ、要はキングジェットの真ん中の抜けている部分にダイナファイターが入るっていう、そういったことですね。パッと見はキングジェットとそんなに変わらなくて、後ろのここの羽が増えただけみたいな、そんなところでしょうか。まあ、裏側から見ると抜けていた部分が詰まるのですごくねいい感じになって、正面から見ると、まあ、ここら辺にちらっとね竜のお顔が見えてくるみたいな、そういった形になります。それでは次ねダイナドラゴンに変形していきましょう。まずはダイナファイターのクリアーパーツを外します。そしてお尻の部分、ここをですね展開していくんですけども、よっと、はい、こう回していって、さらにここですね、これを引っ張り出して、まあこう伸ばしていくんですけども、これはね大体でいいです。後で調節できるので。で羽を畳んで、これで準備 OK。 次はキングジェットです。この部分を取り外していって、そしてここを伸ばしていくんですけども、ここにね新しいパーツをくっつけます。これですね、これを追加してここの長さを長くしていきます。はい、長くなりました。次は羽を閉じていって、そしてこの部分で曲げていきます。で曲げるとこの部分が露出するので、ここに指をかけて下に下げる。そうするとここにかかってるロックが外れて爪が入りやすくなるので、まあ用事とかでねこう上げた方が確実ですけども、こういう風に持ち上げていきます。次はここの中っ側の部分なんですけども、これですね、これを回して外に開いていきます。要はここのスペースをしっかりと作るということですね。そしたらこのキンググリッドマンの頭をここに収納していくんですけども、ここがねちょっとタイトなんですよ。こうぐーっと入れ込んでいって、ここに当たりそうになるので、少しこうねテンションかけて開き気味にして、それでもちょっと擦っちゃうかな。はい、中に入れ込んでいって、そうするとだいたいここが直角になるので、直角になったらこれで蓋を閉めていきます。で最後に両脇の羽をこう立ててあげれば、しっかりとね中に収納されるっていう形になります。次はこの黒いパーツを下に倒していって、この赤い中に入ってるものを展開していきます。さらにここを広げていって、よっと、足先が完成します。この根元の部分で回転させることができるので、回転していくんですけども、だいたいここの白い羽の部分が地面とこうね直角になるような、こういった感じに調節してあげます。反対側も同じように、よっと広げていって、よっと、はい、これで準備完了ですね。ここら辺に関しては、まあ後でねいろいろ調節していくので、これぐらいの形になっていれば問題ないと思います。次はダイナファイターをくっつけていきます。ここの部分の穴にダイナファイターを通して、そしてここにある突起ですね、これをダイナファイターのジョイントに刺していきます。よっと、はい、これで刺さりました。そしたら胸の部分のここを下げていって、でここに突起があるんですけども、この突起をこっち側の黒い部分の受けに刺していきます。はい、カチッと止まりました。止まったら首を曲げて、角を立てて口を広げます。最後腕の部分の下のジョイントをここに差し込んでいって、
で完成、合体潮流ダイナドラゴンです。一周ぐるっと見ていきましょう。ぐる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 、あ、ちょっと砲台とか調節してなかったね。ここを少し上に上げて、頭もだ、これもちゃんと上がってなかった、ごめんなさい。はい、じゃあ一周行きましょう。ぐる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 っと、見事に恐竜になりましたね。後ろ側こういった感じで、背中のここら辺の処理とかすごい上手いですよね。綺麗に隠れております。まあ、太もものここの裏はねスカスカしているんですけども、この部分をしまわなきゃいけないからしょうがないですね。はい、前に戻っていきます。すごいボリューミーで、かっこいい。グリッドマンを横に持ってくるとこういった感じで結構大きいのがわかると思います。ちなみにゴッドゼマンを横に持ってくるとこんな感じになります。最高ですね。それではもうちょっと細かく見ていきましょう。まずはお顔周りです。恐竜体型なんだけども、ドラゴンのお顔すごい面白いですね。肩から方針が伸びていて、後ろ側はダクトみたいな造形、ちょっとここら辺ね穴とかがあるんですけども、でもそんなに目立ちはしないですね。はい、前に戻っていきます。次は胸周りで、胸の部分すごいゴージャスで金色の塗装で、真ん中の部分がオレンジのクリア、青いところシールなんですけども、ほんとすごい綺麗で、あの塗装しなくてねシールでも全然うまい具合に仕上がると思います。そして手の先っちょの部分金色の塗装で、銀色の部分は全部成型色なんですけども、結構色味が良くて塗装していなくてもねいい感じに仕上がってますね。はい、そして背中側の部分ですね。ここは頭を収納しているところなんですけども、このメカニカルなモールドでね不自然さがあまりないというか、あのうまい具合に隠してると思います。そして前に戻っていって足回りですね。太ももの部分なんですけど、ここがちょっと僕あんまり好きじゃないっていうか、造形的にどうこうじゃなくて、変形させているとねここからパカッと割れることが結構多くて、だから接着剤で止めちゃった方がストレスなくていいのかなみたいな、そんな風に思っております。そして足先の方ね、はい、金色に塗装されていて、この足の部分はね可動がすごい面白いですね。結構細かくいろいろ動かすことができます。ほんとねすごいバランスよくできていて、あ、そして尻尾があったね。尻尾はこれはダイナファイターのお尻の部分なんですけども、すごいよくできていて、あの要は真ん中にねダイナファイターがこう貫いているっていう、これがすごい面白いなと思うんですよね。はい、ではねお顔をもう一回見て、次は可動を見ていきましょう。首の部分左右に振ることはできないんですけども、前後運動はすごい優秀で、前はここまで、後ろ側はよっと、はい、真上に向けることができます。そして口の部分ね、ここがパカッと開きます。肩はですねここの部分ジョイントでくっついているので、こう回したりとか開いたりとかそういったことはできないですね。ちょっと外しちゃいましょう。はい、で砲台の部分ここが動くんですけども、これ反対側まで向かせることができて、そして腕の部分ここボールジョイントになっていて、グリグリと動かすことができ、そして肘の部分はだいたい90度ぐらいかな、90度ちょい曲げることができます。手の部分はここの部分で可動して、よっとこういった感じで手をね開いたり閉じたりすることができます。腰の部分の可動はなくて、股関節前後はいくらでも回すことができますね。水平方向に開くことはできなくて、ここの部分前後にこういう風に傾けることはできます。膝は内側に曲げていく分には収納できるのでいくらでも曲がっていくんですけども、まっすぐ一直線にすることはできないですね。でこの部分ね膝小僧も動くんですけども、ここから先にこのね足の部分が進んでいかないので、これもこれ以上前に出すことはないでしょう。そしてここで軸でつながっているので、こう軽くねこうロール運動ができて、そして足首がすごいんですよね。ここでロールができて、この辺もボールジョイントになっているので、かなりいろんな方向に向けることができて、接地性はすごい高いと思います。で尻尾の部分ね、ここも軽く動かすことができます。それでは最後グリッドマンと合体してキンググリッドマンにしていきましょう。